人によってはこの時点で面接が終了してもおかしくないわよ。すみません。若干懐かしさすら覚えるこの威圧感。飲まれちゃダメだ。リラックスリラックス。そうだ、よいしょ。先生が部屋にいる時のジャージ姿をイメージすれば緊張も薄らぐはず。いい？外見をおろそかにするというのは気をつければいいことすらできない人間、そう判断されてしまうことなのよ。あれ何ですか、ミス。もちろん面接官だって中身を見て判断したいのに、わざわざ前提で損をする必要はないでしょ。聞いているの、ゆいがくん。面接中は面接官の目を見なさい。はい。どうなってんの俺の脳。せめてもっとちゃんとした服を。ではこの大学を選んだ志望動機を答えてください。ちゃんとのベクトルが違う。もしかして俺疲れてるのか。確かにここ最近根詰めすぎてたし。どうしたの、早く答えなさい。すみません。私は幅広い分野に人材を輩出する企画の方針に感銘を受け、企画にて学びを深めることでいずれ社会に貢献できる人材として成長したいと。いやしっかりしろ俺。そんなチャイナ姿見たことないよね、と思い志望いたしました。だから目を見なさいと。まあいいわ。次にあなたの長所を教えてください。長所ですか。裁縫掃除と貧乏が得意です。却下。ドクター、私はここに。アークナイツ。